やっぱ英語力なきゃダメなんで、950ぐらいは全部もう5週ぐらいやってやりますよ。そうで始まりました、もてっちゃんです。さあ今回はやってまいりました。またやってみました師匠、よろしくお願いしますはい、さあポイズン松本さんやってきたんですが、はい、まあベーシスでね教えてもらってるんですけど、やっぱりベーシスで教えるからにはですね、はい、いくら巨人の菅野に似てるからといっていくら最高年俸もらってる、まあ、やっぱ英語力なきゃダメなんで、まあそうですね、はい、それはそうです、はい、まあ一応ね京大の大学院で、はい、まあ、トイックいくつでしたっけ、920です、ね、はい、920と、はい、そしてね、まあ、トフルを勉強してたってことなんですが、はい、でもそれ前の話ですよね。そうですね、まあ、前です、はい、いつ英語力あるの、はい、今でしょうってことですから教えてもらうためにはですね今なのにねやってもらわなきゃいけないんで、そうですね、はい、やっぱりトイックちょっと取ってもらおうということで、はい、何点ぐらい取れると思います今やったら。今ですか、はい、900ぐらいですかね。900ぐらいいやもうちょっと下回ってるかも。それは困る。やっぱりやってもらうからには、はい、やっぱ、まあ、まあ満点は無理なんでそう簡単には取れないんで、はい、そうですね、やっぱ950ぐらいはそうですね取ってもらいたい。それは確かに自分でも確かにそう思います。やっぱちょっとそれはやってもらわなきゃいけないだと思って、はい、なんで菅野950点プロジェクトじゃですね、ポイズン松本950点への道っていうのをねちょっとやろうかなと思ってまして、はい、いやこのチャンネルね結構いろんな人やってきたんですよ、はい、プロジェクトで、はい、鈴木貫太郎さんなんかもね、はい、数学の YouTube で900点でも結局逃げちゃったんでそうですね、はい、そうやっぱ逃げてもらいたくないと。いやもう僕は逃げないです、はいはい、そこはねあって、でビジョン君っていうですねとにかく800点プロジェクトやってたことがあったんですけど、はい、すごい低い点からこう上がってったんですね、はい、上がってったんですけどね結局80点足んなかったんですよ。720点、はい、そのリベンジを果たすって言ってたんですけど結局いなくなっちゃったんでみんなね英語から逃げちゃってそうなってもやっぱ困ると。でしかもあの時にですね、はい、行かなかった点数分、うん、僕の参考書買うって言ってやったんですよ。だから80冊ですよ。そうですね、720点だから今ちょうどあるから始めてます。おい、この80冊これで、で、あのコラボでここ来る人をみんなにね渡してたんで、だからだいぶ減ったんですけど、自分の著書買ってランキングに載せたい人とかいるかもしれないですけど、ランキングとかじゃ何にも載ってない、ただただ80冊買って、多分今50冊ぐらい残ってます。50冊ぐらいですね、はい、こんな目にあったんですよ僕。それはかわいそうですね。でだって別にビジョン君払ってくんなかったし著者が自分でただ払っただけみたいな。めちゃくちゃ逃げましたねなんで、はい、もうこれいらないんでね。でだからベーシスでこれ、はいはい、トイックやる人には教科書にしてあげてください。そうですね、なんでじゃあベーシス あの概要欄に LINE のフォームがあると思うんですけど、まあ、それを新たに登録してくれた人もこれまでもすでに登録している人もどちらも抽選でじゃあこれプレゼントしちゃいましょうか。えプレゼントするんですね。プレゼントしちゃいましょうか。なるほどね、はい、まあ、お役に立てるんだったらいいですけど、師匠の本をできる限りね皆さんに。そうね、はい、これだって出版社自分で注文した時にえって言われましたよね。まあそりゃそうです。えなんで80冊もいるんやつ。自分の本もうこれだから多分50冊近くあると思うので、はい、差し上げます。じゃあ、あ、どうぞ。分かりました、使ってください。ありがとうございます。もうトイック講座とか関係なしに。そうですね、トイックだろうが英検だろうが、まあ、大学入試の方だろうが、まあ誰でも抽選ですね。まあさすがに全員は無理だと思う。さすがに全員は無理なんで、まあ登録してくれた人、まあすでに登録してる人は解除して新たに登録してもらう必要とか全然ないので、この本欲しいですみたいな。そうですね、プレゼント希望っていうもう一言でいいので、当選した人には別途でフォームを送るんで、プレゼント希望の人はすごい量かな。プレゼント希望とだけ LINE にねメッセージ送ってもらったら大丈夫です。じゃあどうやってね勉強していくかなんですけど、その920点取った時はどういう勉強してたんですか、はい、まあ、京大和訳とかじゃないですか。そうですね、京大、まあ、昔の京都大学和訳ばっかりだったんですけど、はいはい、 ね、それで取れないですね、トイックだってどう考えても取れないですね。なんで、まあ、リスニングが僕全然高校生の時はできなかったんで、はい、トーイックはもうリスニングの方が勉強すりゃ取りやすいっていうのは聞いてたんで、うんうん、はい、ひたすらリスニングやりましたね、その時は。どうやってやったんですか。ひたすらディクテーションと、はい、まあ、それができたらシャドーイングっていうのをずっと。公式問題集。そうですね、うん、公式問題集とか、あとまあ師匠のね、はい、本も使って。そうだ
嘘だ嘘だどれだよ公式問題集とかあとはそのリスニング対策みたいな、あ、リスニングの本、はい、本とか使って、うん、ずっと聞いては巻き戻して聞いては巻き戻してみたいになってました、ね、何年に撮りましたでも4年前かですか、ね、201717ですね、16年に変わってるんでと言って、はい、2017年ですね。じゃあまあ形式としては新しいやつですね。そうですね、はい、じゃあトリプルパッセージとか記憶あります？あります、あります。図表があるリスニングとか。そうですね、じゃあもう形式は変わってる、はい、あの頃と比べたらもう対策本はいろいろ新たに出てきてるんで、はい、それよりはやりやすくなってます今は。はい、やりますか。じゃあやりましょう。やります。どれぐらいの期限？4月以降のトイックの試験日程がまだ詳しく発表されてないんで、出てないんで、こう何とも言えないんですけど、できれば4月か、まあ今コロナで抽選とかで絞ってるっぽいんで、もし抽選でもらえたら6月ぐらいまでには頑張ろうかなと、隙間時間で。3月の方はとりあえず申し込めたら申し込んでみてください。はい、わかりました。やっていこうと思うんで、はい、宿題貸さなきゃダメかな。いや、もうぜひバンバン貸してください。もうベーシスのどの生徒さんよりも宿題ありますよ。めっちゃあるな。こんな感じで貸したんです。もう韓国語のやつまで入ってません。そうです韓国の公式のやつですね。まあ読めなくても大丈夫か。そうそうそう、読めなくても大丈夫なんで950の人たちが別に読まなくていいんで、解説なんか読まなくても950は取れなきゃいけないんで、はい、いくらでも、うん、もうじゃあ全部持って帰りますわ。ほんま、ほんとですか。これ全部めっちゃ重いっすよ。もう全部もう5周ぐらいやってやりますよ。もう言いましたね。もうその映像やってるとこ映してみたら、わかりました。やるぞみたいなこと撮ってるから、やるぞポーズをサムネ用に。OK、いいね。はい、菅野、いいです。菅野どこのパートが苦手とかあります？ここで僕はね、リーディングはいわゆる最初が4択7埋めのやつね、はい、普通の1個1個それは問題ないです。パート5最後から2番目か、その辺がちょっと。パート6は文章中の穴埋めです。で、パート7が読解です。6が多分苦手な気します、ね、6これですよ。この文章中の穴埋め、これパッと見て形だけで答えれるやつはすぐ処理できるんですけど、内容読まないといけないのはなんかすっげえ面倒くさいみたいな、ね、嫌いですね。やっぱリスニングの方が高く出ました。前回もうほぼリスニング8割の時間使ってやってたんで。ああ、勉強は、はい、勉強、はい、リーディングはそうですね、あんまり対策はしてなかったですね。いや、もう本当の英語力でもうリーディングはもうそのと戦ったって感じなんですね、はい、まあどれか1個ね、1回分リスニングとかリーディングちょっとやってる動画待ってます、はい、分かりました。やってもらって、はい、で何割取れたかとかね、はい、それ出しますから、ちゃんと。分かりました、はい、やってるシーン、はい、2時間やれます？2時間取れるか。2時間ぶっ通して取るってことですか。まあぶっ通して取った方がみんなは見たいです。ああ、そうですか。もう生放送ポイズン松本2時間トイックそのままやってます、生配信。いや、本当にやるんですね。背に腹は変えられないです。もうだってもうめちゃめちゃ承認いますから、やりましょう。で、実際正答率とかもこれぐらい取れましたみたいなのを言ってもらって、はい、教えるだけじゃなくて自分はちゃんとできるっていうところで。そうですね。だやっぱ多すぎるじゃないですか、できないけど教えるっていうのは。まあ、やっぱトイックに関してはできた方がいいじゃないですか、うん、そうですね。この点持ってますよっていう先生に教えてもらいたいってことは間違いないですね。僕もこう勉強系の YouTuber とか見てて、経歴何これっていう人がね、なんか偉そうに語ってるの見たら何って思っちゃうんで、自分もやっぱり取ってないとダメだなと。はい、出ましたね、ポイズン出ましたね、毒出ましたけど、ね、いよいよじゃあやっていく感じで、はい、大丈夫ですか。はい、4月6月本当にね、当たるかっていうのがね、またね、抽選っていうのが。ちなみに僕12月のやつ外れたんですよね。あ、そうなんですね。当たることを祈って。そうですね、トイックの当日に反省会ライブやって、そこに出てきてもらって、はい、ああ、ぜひ、はい、で、まあ、ベーシスねやってますので、はい、ぜひそちらも登録の方よろしくお願いいたします。はい、あ、学習相談とかね。そうです、英語で勉強してて学校の先生とか、まあ、塾の先生とかに聞いてもなんかこういまいちいいアドバイスもらえないなとか、そもそも周りに相談できる人が全然私僕いないんだよねっていう人はもう遠慮なくね LINE で相談してきてください。まあ、動画ではこんな毒吐いてますけど LINE では優しくね、丁寧に、はい、丁寧に返信してるんでね。なるほど、はい、はい、じゃあぜひ登録してみてください。はい、はい、今回はポイズンマスモトにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。950点取ってくださいね。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、
か TOEIC でもうほんと400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。